しょう。見てください、じゃーん、本日の夜ご飯、こんなにたくさん買ってしまいましたよ。では皆さん、今日もお疲れ様でございました。乾杯。うん、またまた。うまい。そのままでもね、ちょっと食べたいので、レタスが見えず生ハム鍋みたいになってしまいました。これで本日のサラダは完成。これね、あとシャンゴベスビオです。どうなのどうなの、シャンゴさんのシャンゴパスタが有名って言うけど、私シャンゴパスタ食べたことがなく、ベスビオは食べたことがありますが、それのパスタスナックです。あー、ベスビオ。うん、おいしい。これしっかり辛い、しっかり魚介の味、しっかりトマトソースの味、すごい美味しいです。あー、癖になる。いい。あー、ちょっと、はい、ちょっとずつね、いただきます。あ、いい匂い。なるほど、柔らかい感じがします。柔らかいってなんだって思うかもしれないけど、私の中では柔らかい、こんな感じ。そしてね、ピザです。えいえい、どうでしょう。ストーブにくっついちゃうかなとも思ったんですが、ちょっとチャレンジ。ピザが超美味しかったです。私、明日の朝っていうか、明日の朝ってことはないかな、朝早く起きられないのでゆっくり起きると思うから、ピザお土産で買って帰ろうと思います。これね、ホマネコッコ熱燗始めました。あっちだ、暑いな、もう出なくなっちゃうかな。あっかん、お、ちょっといい感じに湯気出てますね、うん、おにぎりいただきます。見えるかな、爆弾です。このおにぎり有名みたいですね。塩加減が最高ですね。卵、煮卵丸ごと、煮卵大好きです。本日の私のメインはこちら。ここに来たら必ず買います。
ございます。絶品ですよ。とまだお酒も飲むけどね、飲むヨーグルト一緒に食後のデザートにいただこうと思います。まずは飲むヨーグルトで、ではアップルパイいただきます。食べた。もうお腹がすっごいお腹出てます。ピンピンすっごいお腹出てます。ピンピンよし、火も消してちょっとずらしてね。それでは皆様、よいしょ、また明日、おやすみなさい。おはようございます。ただいま9時3分前です。パン屋さん9時オープンのはずなので、パン屋さんに向かってみようと思います。おや、誰もいない。まだ早かったかな。オープンになりました。とってもいい匂いです。では買ってきます。たくさん買いましたよ。そして昨日のピザの味が忘れられません。昨日はマルゲリータ食べたのですが、チーズのやつね、どうしても食べたいので買いに行こうと思います。ピザもゲット。あ、ちょっと食べ過ぎですね。パンを持ち帰りかな。朝ごはんもピザかな。朝ごはんパンだけのつもりだったのですが、パンもね、これなんかチョコパン有名らしいですよ。パンもさ、選べなくってさ、こんなに買っちゃったのです。パンもいっぱい。本当はね、食パンだけを求めていったのですが、パンの匂いに連れられていっぱいいっぱいパンを買いました。そしてピザの味が忘れられず、朝ごはんはピザにすることにしました。ほら、今日はまだトロトロだよ。買ってすぐだから。チーズのピザです、本日はね。あとミネストローネスープで買ってまいりました。あとお土産いただきます。完食です。美味しかったです。やっぱり最高。また次来たらピザ食べよう。遊んで帰ろうかと思いましたが、遊ぶのをやめてお家の方に向かっていこうと思います。はい、帰りながらね、まず寄り道第1軒目でございます。こちら、知らない人いっぱいいるでしょう。小池と言います。スーパー小池。ここで
私の大好きなハムカツ買って帰ろうと思います。購入、これです、ハムカツ。このね、ペランペランのペランペランのやつ、これが大好きなんです。なぜかこの小池のハムカツ大好物です。じゃん、長井食堂を再びやってまいりました。本日は日曜日なので定休日でございます。なのでお持ち帰りだけしてね、買って帰ろうと思います。はい、ゲットしました。よいしょ、もつっこでございます。いつもはね、自販機で買うんですが、今日はお店、おばちゃんがいました。日曜日でもおばちゃんいるんだな。